半熟の3分ニュースへようこそ。これから、先日の、巨人に関する追加の情報を提供したいと思います。どのような情報であるかと言いますと、その半熟の講義の最中に、私は、昔の地球の環境はかなり違っていた。がためにですね、人間も動物も植物も大きさ的に全く違っていたという科学説があるというふうに説明しましたので、今から少しご紹介したいと思いますね。今のワイスマン・インスティチュート・オブ・サイエンスの博士も、これからもう一人登場します、厚生学者だと思うんですが、彼らの意見では、昔の地球の気候、気圧、そして大気層、特にオーゾン層の大きさは全く違っていたのではないか。分厚さとか気圧とか、全く違っていたのではないかというふうに言いますね。で、これはまあどういう検証があるかというとですね、やはり、例えば、ちょっと先行きますとですね、このドキュメンタリーは、この方ですね、このドキュメンタリーは、半熟にありますので、リンクを貼っておきますが、昔はですね、今の像の大きさではなくて、かなり大きかったということを今言ってますね。だからこの巨人説が検証できるために、今のトンボの大きさではなく、昔は、5メーターなんですよね。まあこれは構成学的にちゃんと立証されてますので、神話とかおとぎ話でも何でもないわけですね。で、もう一回この先生が追加で言ってますが、もう一回ね、やっぱりね、大洪水ずっと以前の地球の気候、気圧、大気層の状況、オゾン層の分厚さなども含めて、すべては異なっていったので、ひょっとしたら重力は違っていったかもしれません。ということで、ぜひね、ご検証してみてください。はい、エハン塾のエハンデラビでした。